バレリオ・ベルミリオは、イタリアの男子バレーボール選手。メッシーナ出身。ポジションはセッター。元イタリア代表。1986年、10歳の時に、地元のユースチームメッシーナでバレーを学ぶ。シスレート・レビーゾのユースチームへ移り、1994年セリエ A シスレート・レビーゾへ18歳で入団。その後クラブを転々とした後、2002年から再び、 フルストレビーゾでプレーし、2007年までの在籍中に、通算5度のリーグ優勝をはじめ、コッパイタリア優勝、スーペルコッパイタリアーナ優勝、欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。2011年からは、ロシアリーグでプレーし、ゼニト火山在籍時の2011、12シーズンに、リーグ優勝、ロシアスーパーカップ優勝、欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、 ベストセッター賞を受賞。2014年7月、セリエ A のピアチェンツァへ移籍した。1999年5月28日、シドニーで行われたオーストラリア・イタリア戦で代表デビューを果たし、1999年、ワールドリーグの優勝を経験。銀メダルを獲得した2003年ワールドカップ後から、マルコ・メオーニと変わり、イタリア代表の正セッターとなり、2004年、 アテネオリンピックの銀メダル獲得に貢献した。2003年欧州選手権、2005年欧州選手権では大会連覇を達成し、2005年ワールドグランドチャンピオンズカップで銅メダルを獲得。2008年北京オリンピックに2大会連続で出場した。2010年に代表から退いた。2000年7月にイタリア共和国功労勲章カバリエレ。 2004年9月に、同功労勲章をウッフィチャーレを受賞した。癖を読ませない、変幻自在のトスさばきが魅力。ありがとうございます。